はい、立山つりくです。とうとうメガバスの2023年福袋が発表になりました。これはね、2020年の22年の福袋、まあ、福袋って言ってもカンカンに入ってますけど、去年の内容はこんな感じでしたね。メガドック X、 アリーノ、マックス、ポップ X、 あとキーホルダー、これコインホルダーですかね、まあ、そういうのが入ってました。で、メガバスの福袋はね、まあ、ご存知の方はもうたくさん知ってるとは思うんですが、生産数が少ないんですよ。買いたいなっていう人に対しての生産数が非常に少ない。で、特にこの2020年モデルに関、22年モデルか、すいません、22年モデルに関してはこのカンカンですね、これに入っていましたんで、このカンカンの数も少ないっていうことで、去年はね、恐ろしく入荷数が少なかったですね、うん。で、例年だとね、紙袋に入ってルアーがガチャッと入っているんで、そんなに生産数少ないと言ってもそれなりの数はご用意できたんですけど、2023年、来年のウですね、うさぎ年のウに関してメガバスさんに聞いたら、やっぱりね、そんなに作れないと、まあ、事情は分かんないんですけど、まあ、そういった状況でしたので、来年の福袋、まあ、ご予約受け付けますが、プレイステーション5みたいにね、招待制という形を取らせてもらおうかなと思っております。うん、まあ一応ね、招待制といってもご予約の受け付ける数を入荷予定数と同じにしますので、もしね、万が一入荷予定数よりも実際に入荷した数が少なかった場合は、招待制、まあ私の方でちょっとお届けできる方にね、招待のメールを送らせてもらうという形を取らせてもらおうと思っております。それではね、まあ、来年のウの福袋の内容をちょっと見ていきましょう。はい、それではね、これがメガバス2023年の福袋、うさぎ年ですねの紹介資料です。今年はバス用で4種類、であとソルト用で4種類出るみたいですね。どちらもメーカー希望小売価格は1万円になってます。で、バス用の方から見ていきましょう。バス用の方は、まあ、ポップ X、ポップ MAX、スイッチの福袋限定カラーが入っていますよと。で、昔からね、メガバスの福袋をお買い上げいただいている方はご存知かと思うんですが、まあ、大体ポップ X のエトカラーが入ってますね、毎年。エトカラー、まあ、来年はうさぎ年のウですね。で、前はね、エトカラー以外にもエトルアーってのがあって、確か12年前、つまり前回のうさぎ年は G ラビットって言ってね、エトルアーにウサギの塗装、確かファーフィニッシュのウサギちゃんだったと思うんですけど、 G ラビットが入ってたことがあります。その前は確かポップマックスじゃなくてタイガーマックスって言ってね、トラ年の福袋にタイガーマックスが入ってたり、エトカラーとは別にエトルアーっていうのを出してた時もあったんですけど、今年に関してはエトカラーのみですね。ポップ X のエトカラー、それとポップマックスのスペシャルカラーですね、古代魚カラーっていうのが入ってるみたいです。で、さらに今年発売になったスイッチの空獅子カラーっていうんですか、空獅子カラーが全4色と、まあどれが入ってるのか分かりませんけどね、ポップ X、 ポップマックス、スイッチのそれぞれ福袋のカラーが入っていると。で、さらに今回は限定ランカーランチボックス、これ型番を見るとランカーランチボックスの MB-3043NDDM レッド、今まで3043ってのは出てないんですよ。3020とかなんかちょっとね、小さいのが出てたんですけど、今年発売になるんですかね、来年かな、来年新しくラインナップ並ぶんですかね、 MB-3043NDDM、 うん、ちょっと大きいのが出るのかな、うん、それが入ってるみたいですね。それとメガバスのポーチ、LL サイズ、
でこれメガバスで今クリアポーチの SML って3サイズありますけど、これなんですかね、これのクリアじゃないバージョン、ブラックバージョンかもしれませんね。ちょっと詳細はわからないですけど、それとカッティングステッカーの30センチが入って、メーカー希望小売価格1万円と。で僕さっきね、なんとなくこうこんな感じの値段かなと思って計算してみたら、だいたいね1万1000円2000円分ぐらいになりますね。うん、ランカーランチボックスの3043は出てないんで、ちょっと値段わかんない推測ですけど、それとメガバスのポーチの L っていうのも詳細がわかりませんが、まあ、クリアポーチの値段を元にね計算してみると、だいたい1万2、3000円分入っている感じでした。で次がねソルトですね。メガバス2023年福袋ソルトですね。これも全4種類あるそうです。で内容としては X80SW で、これも福袋限定のカラーが入ってるっぽいですね。で紹介資料を見ると、これなんですかね、シャドウインパクト P ですかね、ドック X ディアマンテ SW に採用されたシャドウインパクト P、 これにすごい似てますね。シャドウインパクト P ってね、後ろが銀メッキみたいミラーになってて、さらに黒いあの鱗模様があって、ちょっと影があるんですよ。光の当たり具合によっては黒くなっちゃう、で場合によっては光を反射して銀色に光る。でなおかつ後ろ頭が、まあ、ピンクですね、ピンクヘッド、いわゆるピンクヘッドですね、シャドウインパクト P。 それと、X80 マグナムで福袋限定のクロームフィニッシュカラーっていうのが入ってるっぽいですね。クロームフィニッシュってね、まあメガバスのあのミラー系のカラー、あと PM カラーとかね、まあいろいろあるんですけど、クロームフィニッシュカラーってあんまり聞いたことないですね。はい。で次がカゲロウの 124F。 カゲロウ入ってるの嬉しいですね。でカラーはメガバストラディショナルカラーということで、この紹介資料のカラーは何ですかね、なんとかタイガーっていうカラーに似てますけど、トラディショナルカラーというのが限定生産されて、福袋用に色塗ってくれるんですかね。うん、これも欲しいですね。もうカゲロウの 124F なんてね、注文はしてあるんですけど、なかなか入ってこないルアーなんで、ネットの方でもね、あんまり紹介する間もなく、お店に並ぶもなく、もうすぐで全部なくなっちゃうみたいな状況が続いてますんで、これ福袋をゲットしたいところですね。はい。でシーバス用の福袋にもランカーランチボックスが入ってるみたいです。ただこちらは MB-3043、 型番は一緒ですね。で色がブルーですね。ブルーのランカーランチボックス、これも欲しいな、福袋限定。それとメガバスのポーチ L、 これはブラック、バス用の福袋と内容と一緒ですね。あとカッティングステッカー30センチ、全4色のうちいずれか1色になりますと。1個入ってるっぽいですね。でさらに海用の福袋に関してはオニマル、オニマルもグラムが何グラムか4種類ぐらいあって、まあそのうちのどれになるかわからないですけど、僕がさっき計算してみたら、まあ、大体1万1000円から2000円分ぐらいが入っている。でそのどれもが、まあ、オニマルとかカッティングステッカーとかね、その辺は除いて全てのルアーが福袋のスペシャルカラーになってますんで、これもまあお買い得っちゃお買い得じゃないですかね。まあ、1万円分以上が入っていて、なおかつカラーが全部福袋専用カラーになっていると。そんな感じです。で一応これもね、うちのお店大量に注文はしてあるんですが、まあ何個入ってくるのかわからないんで、うん、入ってきたらいいなと思います。以上がね2023年の福袋を軽く紹介した感じなんですけど、販売方法に関しては先ほど紹介した通り、まあ、ひとまず招待制という形で、受付を開始します。で招待制に関しては、一応入荷する予定の数だけ招待受付をして、で実際の入荷数、これがもし受け付けた数よりも少なかったら申し訳ない、私の方から招待のメールを送らせていただいた方にのみ販売させていただきます。で多かった場合はね、
あの追加で受付いたしますんで、スタッフブログ、よくご覧になっておいてください。以上です。はい、といった形の福袋なんですが、そうですね、どっちも欲しいですね。まあ、できれば全部全種類4種類欲しいなっていう感じですけどね。何個入ってくるのか、そればっかりはね、ちょっと近づいてみないとわからない。うん、メガバスさんよろしくお願いいたします。以上、2023年メガバス福袋うさぎ年のご紹介でした。ご予約お待ちしております。